9月24日、火曜日今日は何の日ですか ?1338 年、足利尊氏が、北朝から征夷大将軍に、任せられる。こんにちは。この動画はお受験とは関係ないですが、例によって寄り道させてもらうと、1338年というのは、室町幕府の成立、として重要な年号のようです。1338は、いい耳やね、1338、足利尊氏、と覚えるそうですね。1336年に、足利尊氏が後醍醐天皇に背き、京都に光明天皇を立て、それは北朝、後醍醐天皇、それは南朝、と対立。この騒乱は以後、約60年続くが、1396年頃までですかね。1338年北朝から征夷大将軍に任命され、京都に幕府を開いた。さらに、1397年、足利義満が金閣寺を建てました。ということは、622年前に金閣寺が建てられたことですね。この頃一休さんが登場したテレビ漫画の時代ですね。外観和尚、さよちゃん、周年、鉄祭、陳年、木年、撤廃、猫の玉、てるてる坊主、第三代将軍足利義満、寺社奉行の蜷川信右衛門、桔梗屋利兵衛、桔梗屋弥生、母上様の伊予の局、五条津湯、松姫さん、こちら橋根門さんの彼女ですね。一休さんは1975年昭和50年から1982年昭和52年の7年間も296話放送されました。これはワンピースに破られるまで最多は数だったそうです。制作は東映アニメーションです。だいぶんそれましたが、1573年、室町幕府が滅びました。それでも235年も続いたんですね。ちなみに、江戸幕府は1603年から1868年までの265年です。江戸幕府と室町幕府は30年の長さしか違わないのは意外でした。そこで出てくる武家政権ですが、地方を実効支配する武士層を掌握した中央政権です。具体的には鎌倉時代から江戸時代です。そのうち鎌倉、室町、江戸の三幕府は有名である。その中で職法政権においては、天皇、朝廷の権威を利用した中央集権体制である。また、幕府という言葉は江戸時代から用いられており、その前の政権では幕府という言葉は存在しなかった。後世になって、付けられた。また、ずれたが足利氏に戻すと、人柄は、賠償論によると3つある。1つは、死を恐れなかったことである。苦境の時も笑み丘で、自害することを、普通と考えていた。2つ目は、敵に対しても寛容であり、降伏すれば幕閣に入れたりしている。3つ目は部下に気前が良かった。被験者のいる土地を与えたり、無頓着で大盤振る舞いをする尊氏を見て、家臣は命を忘れて戦ったという人間的魅力を持つ。しかし、突発的な発言や行動もあり、周囲も自分も傷ついて、苦悩の人生でもあった。現代の作家の評価として、人柄が良くカリスマはあるが、組織の運営能力は、頼朝、家康より劣る。とか戦争やで政治センスはないという人もいる。終わり。